はい、ここにあります2台のコンパクトカーは、まあ、日本が代表する世界に向けての、まあ、小さな車なんですが非常に洗練された、新型車です。ホンダフィットと、まあ、トヨタヤリス、まあ、昔の名前はビッツだったんですけど、もともとトヨタは国内向けビッツ、ヨーロッパ向けヤリスっていうコンパクトカーの名前を変えていたんですね。やっぱりヨーロッパの B セグはかなり競争力が激しいので、ただ安いだけじゃダメなので、非常にしっかり作らなければいけなかったヤリスと、まあ、国内向けは低速スピードが、まあ、速度無制限のアウトバーンないですから、まあ、ちょっと低めの速度で少し安く作っていたのが、まあ、ビッツだったんですね。ところが今回トヨタは、日本とヨーロッパ、アメリカはこの世界と戦える B セグメントということで名前をヤリスに変えてます。一方で、そうですね、新興国向け の、 あの B セグメントはダイハツに任せて DNGA というプラットフォームでやってますので、まあ、トヨタの TNGA とダイハツの DNGA、まあ、2つ の、 あの B セグメントがこれから出てくるかもしれませんけども、まあ、いずれにしてもフィットとヤリス、本当に日本を代表する世界 の、 あのフォワードの2トップというふうに言っていいと思うんですね。で、両者とも特徴的なのはモーター2つを持ったストロングハイブリッドですね。もともとアクアとかあったので、トヨタはこの下のクラスにまで THS というストロングハイブリッドを量産市販してましたけども、ホンダは一つ前のフィットはあの例のワンモーター DCT でしたね。これが発表になるやもうリコールの嵐で、まあ、当時の伊藤社長はもう頭抱えてましたけども、まあ、そのトラウマがあって今回もうそのDCT をやめて、やはりアコードシビック系に使っていたストロングハイブリッドをこのフィットクラスにまで持ち込んだんですね。まあ、この小さなエンジンコンパートメントに2モーターを入れるのは並大抵 の、 あの努力ではなかったと思うんですね。トヨタは最初からアクアまで想定して設計していたと思うんですね。ということで、まあ、非常に今回のフィットはプラットフォームは前 の、 そのセンタータンクのボディを持ってますけども、パワートレーンが大きく変わったということと、もう一つは、衝突安全で効く A ピラーがですね、ちょっと後ろにずれて、まあ、実は三角窓があるので通常これが A ピラーのように見えますが、ここはあのそんなにぶつかった時にしっかり荷重を受け止めるのではなくて、まあ、ガラスを支持しているぐらいの、まあ、ダミー A ピラーで、荷重をしっかり受けるのはここにあるもうぶっとい A ピラーですね。だから今まで A ピラーってぶっといのがここにあったんで視界の邪魔になってたから、これをこういうふうに曲げて後ろにずらしてここの視界を確保した。で、結局このドアミラーがね、昔よりでかくなってるので、この辺の視界が悪いのが実は安全運転上問題だなと思ってたので、ドアミラーの前側にこれだけ大きな三角窓を持ってきたっていうのはすごいことですね。で、こういうふうに三角窓を大きく取ったことによってこの辺の視界がものすごくいいですから、乗ってみるともうヤリスとビッツの違い何かあったら、なんかヤリスはやっぱここにテレビみたいなこうフレームがあって、この辺にドアミラーがあって、あんまり両翼の視界は良くないんですけど、これはもう本当にパノラマ的に視界がいいので、多分街中乗ったら右折左折、特に左折の時の、まあ、歩行者とか自転車の視認性がすごくいいと思うんですね。だからそういう意味では、第一印象的にはドライバーのその運転のしやすさで、この辺も非常にすっきりしてるし、まあ、カーナビも必要以上に余計な大きさにはあのスペースを割いてないので、非常にこうあのインテリアも含めてなんか人に優しいというか、そんな感じですね。まあ、こっちはあの従来通りのインパネなんですけども、まあ、特徴的にはこちらはよりヨーロッパの競合と戦えるだけの、まあ、ダイナミックな性能をかなり力を入れて開発されて、こちらは先ほどから言っているように非常にこう乗りやすい車にしたと、そんな印象なんですね。今皆さんがご覧いただいているこの2台の顔つきなんですけど、まあ、フロントの顔が違うというのがあるんだけど、やっぱりヤリスはかなりスポーティーを意識しているので、あのなんかオーバーフェンダーでタイヤがこういう感じですよね。まあ、そのスポーツカーみたいなこういうタイヤが張り出している感じのデザインで、まあ、フィットは顔は変わったんですけども、まあ、このタイヤ周りのボディのエクステリアデザインが意外とあっさりしているので、この辺にやはり両者 の、 あの走りに対する考え方の違いが感じられるかなと思います。
でもうちょっと細かく言うとですね、そうだな、さっきインカーでだいぶ喋ったんですけど、こっちはとにかく走る楽しさ、こっちは走る快適性、もうそういうふうにね、今回のヤリスとフィットは似て非なるものです。まあ、もし日本レンタカーで車借りんだったら両方乗ってみてって感じですね。まあ、トヨタレンタはこっちしかないと思うんですけど。でもう一つポイントは、生産技術がヘミといってですね、フェンダーがこう折り込みがこうにきちっと折られてるんですね。でヤリスの方は前も後ろのフェンダーも両方とも折り込み済みなんですけど、ホンダはフロントだけで、まあ、リアはあっさりまだ従来の、生産技術で、まあ角があるんですけども、そういったところ細かいところはやはりさすがトヨタだなっていう感じがしますね。こっち のコンパクトカンパニーの社長宮内さんは実は生産技術から来られた方なので、非常に生産技術にはこだわりを持っていると思います。もう一つね、特徴的なのは、本当はこの子はフィットは2019年の秋に市販される予定だったんですけども、実はドラムブレーキを EPB にするメーカーが、まあ、フランスにあるんですけど、これ日立オートモーティブが買収したのかな。でそこの品質問題で、N1、Nボックスの供給が、まあ、一部止まってしまったんですね。それでこのフィットに、サプライズされる部品が来なくなって発売が伸びたんですけども、結果どうなったかというと、ドラムをやめてディスクにしたんですね。でこっちはドラムです。もともとこのセグメント、日本においてはリアはドラムブレーキでもいいだろうっていう判断なんですけど、ホンダはドラムブレーキでも EPB、 つまりエレクトリックパーキングブレーキを搭載したかったんですね、ドラム でそれがうまくいかなかったんですね。で結果的にヨーロッパ向けのもともと持っていたディスクブレーキを採用したので、ワンランク上がっちゃったんですね。今回市販されたフィットは、量産で世の中に出る前に1回ブレーキのビッグマイナーチェンジが行われた、そんなイメージですね。でこちらはもう従来からあるドラムなんですが、トヨタは割り切ってサイドブレーキですから EPB じゃないのでドラムが成り立ってるんですね。で前去年までビッツ乗ってたんですけど、ビッツがリアディスクだったんで、実はサイドブレーキがなかなか効かないから、ラリーでスピンターンするときに全然効かなかったんで、もうリアブレーキだけもう鬼パッドを入れてスピンターンできるようにしてた記憶があるので、今回こっちは逆にリアビッツのリアディスクからヤリスはリアドラムになったので、ドラムの方がキューンと効くのでラリーでこうスピンターンしやすいんですね。ということで私的には OK なんですね。実はこの車で今年ラリー走ります。こっちがドラム手引きのパーキング、こっちがディスク EPB があります。はい。で EPB が必要なのは、ACC とかやっぱり被害低減ブレーキみたいに自動でこう止めてった時に最後 EPB がないとクリープで前に動いていっちゃうんですね。そういうものがあって、これからの車にはEPB が必要かなっていうのは、まあ、ホンダの考え方で、まあ、こちらは割り切ってる。で、このフィットはおそらく日本で作られて世界に発売されていくんですけども、このヤリスは実はトヨタの場合はヨーロッパにも工場がありますから、ヨーロッパ製の工場で作られるヤリスと、日本の工場で作られるヤリスが同じかなってちょっと気にはなっているんですね。まあ、例えばボディ剛性みたいな話になると、やっぱりヨーロッパで作ってヨーロッパで売る車はかなりガチッと作られてるんじゃないかなと思うんですけど、まあでもこの車今回いろいろ乗ってみましたけども、非常にダイナミックな走りはしっかり作られてますね。ちょっと音がうるさいとかあるんですけど、アクセルポッと踏んだ瞬間のシュンっていう動きはやっぱりこっちの方がダイレクトでスポーティーで、こっちは非常にマイルドです、しなやか。だから昔はトヨタがラグジュアリーでホンダがスポーツだったんですよね。今は逆転してホンダがしなやかでラグジュアリーなコンパクトカーを作って、トヨタがかなりスポーティーなコンパクトカーを作ったというのが今回のフィットとヤリスの2台です。ということで皆さんは自分の好みに合わせて乗っていただければいいと思いますけども、今年ラリーをやる都合上こっちに多少私は傾いてはいますが、一般道乗るんだったらこの子の方がむしろ皆さんには
オールラウンドに快適に走れるかもわかんないですね。で最後に四輪駆動、このハイブリッドの四駆あるんですけども、お互いに、フィットは雪道の経験がありますけど、ビスカスカップリングとモーターの組み合わせは超良かったですね。まあ、それはすでに YouTube スターチョエンジンで出てますので皆さん見てください。はい、ということで、もうフォルクスワーゲンが来ようが、プジョーシトロエンが来ようが、 BM が来ようが、アウディが来ようが、全く負けないぞっていう2台が日本から、コンパクトカーのフィットとヤリスが登場しました。これこそが日本の今の自動車業界の、日本の自動車産業の強みだと思いますね。